ここまでオール二連体となりました。仕上がりはいかがでしょうか。仕上がりは、まあ、日替わりで良かったり悪かったりですね。はい。明日の調整ですが、何かお考えですか？まあ、あの、自分が体感的にいい感じにいいレースできる仕上がりにしたいです。ここまでのスタート感についてはいかがでしょうか。スタートはあの後半になるにつれて、どんどんあの、会ってきているので、はい、大丈夫だと思います。 一号艇となりました。レースメーを教えてください。そうですね。インコースからインスタート言って、あの自分のターンスするのみです。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、えー。精一杯頑張って優勝できるように頑張ります。準優勝戦終えられて現状ふなわしいかがでしょうか。まああのエンジンの力は出し切れていると思います。明日の調整ですが何かお考えですか。 まあ、あの気候に合わせて、はい、微調整でいきますここまでのスタート感についてはいかがでしょうかあのスタートしやすい足なんで、はい、あのいい感じでいけてると思います2号艇となりましたコース取りレースイメージを教えてくださいまああのピット離れしていったら2コースから、はい、いきたいと思いますでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いします、はいえー、精一杯頑張ります応援してくださいグラッチェ 準優勝戦終えられて現状ふなしいかがでしょうかまあ、行き足中心にいいと思います。明日の調整ですが何かお考えですかもう特にプロペラで回転をせるだけです。ここまでのスタート感についてはいかがでしょうかちょっと風向きが変わりやすいんで難しいですね。3号艇となりました。コース撮りレースイメージを教えてください。まあ3コースから行きます。 では、最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、優勝を目指してスリッパ走ります。準優勝戦終えられて現状ふなしーいかがでしょうか？もう全体的にいいと思います。特に気に入ってるところはありますか？レーサー誌ですね。明日の調整ですが、何かお考えですか？もうプロペラやるだけです。ここまでのスタート感についてはいかがですか？まあ、だいたい感動でいけてるんではい。 四号艇となりました。コース取り、レースイメージを教えてください。まあ。枠近辺から行こうとは考えています。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、えー、優勝目指して頑張ります。お願いします。準優勝戦終えられて現状不なしいかがでしょうか。と今日は一番いい状態で、上位にはいると思います。 明日の調整ですが何かお考えですか今日の感じを崩さないようにだけしていきますここまでのスタート感についてはいかがでしょうか全く分かってないですはい。5号艇となりましたコース取りレースイメージを教えてくださいコースはピットバナレーが出ない限り枠なりでですねはい。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いしますひろむとワンツーできるように頑張ります応援お願いします 準優勝戦終えられて県庁船足いかがでしょうか？そうですね。バランス取れていい足だと思います。特徴はありますか。かんんまあ、伸び回り足ちょっとずつ全体的にいいですね。はい、明日の調整ですが、何かお考えですか？そうですね。ちょっと準優が乗りにくかったんで、ちょっと明日の気温に合わせてペラー調整ですね。はい、ここまでのスタート感についてはいかがでしょうか？ そうですね。えっと昨日今日はしっかり全速で行けてます。6号艇となりました。コース取りレースイメージを教えてください。えー、枠なりです。はい、では最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、えー、いい足に仕上がってると思うんで、しっかり乗りやすくして展開つける足にして、えー、明日優勝戦に臨みたいと思います。お,お願いします。